秋が深まり、そろそろ見ごろです。札幌大通公園です。札幌の中心部でもどれぐらい紅葉が進んでいるのか見ていきたいと思います。これから本番を迎える紅葉シーズン、札幌市内で一足早く色鮮やかな景色を探しに出かけます。もう一掘り。こちらの木は結構紅葉進んでますね。黄色く染まっています。その一方で反対側の木、こちら欅ですか、まだ青々としてますね。今朝の札幌大通公園は色づき始めた木が少しあるものの、全体的には青々としていて、紅葉は 20% といった感じでした。取材班は紅葉を求めて国道230号線を南に進みます。南区のモナミ公園にやってきました。紅葉の進み具合は大通公園と同じような印象を受けますが、日向の部分は赤、黄とかなり色が濃く出ていますね。こちらの緑の部分も紅葉が進むともっと綺麗になるんでしょうね。今年どうですか、紅葉の進み具合は。あ、いいんですけど、もうちょっとですね。少し今、もっと真っ赤になるんだよね。毎年どれぐらい綺麗になるんですか。そうで、本当もうイチョウは真っ黄色で、あのモミジかな、はい、すごい綺麗な赤になったり、はい、もういろんな色があって、はい、綺麗です。モナミ公園は赤く色づいた木も少しありましたが、やはり緑が多く、紅葉は 20% ぐらいでした。そしてさらに進むと、国道沿いには黄色に染まった木々も現れて、着いたところは札幌の奥座敷、定山渓です。いやー、定山渓にやってきました。この足湯最高ですね。気持ちいいです。そしてこの紅葉を見ながら入るっていうのもまた風情があっていいですね。秋の感じを感じられるのですごく気持ちいいです。定山渓まで来ると色鮮やかな木々も混じるようになり、紅葉は 60% ぐらいです。さらに見頃のスポットを求め、取材班は国道を離れ札幌国際スキー場へ。見渡す限り一面紅葉が広がっています。札幌国際スキー場にやってきました。まもなくスキーシーズンの到来も近いですけれども、まだまだ紅葉が楽しめます。この山麓から見る景色も十分綺麗なんですが、上からの景色また一味違うということで、ゴンドラに乗ってちょっと上から見ていきたいと思います。紅葉の中をこう真ん中を走っていきます。わー、この近くで見る木々より色が鮮やかですね。黄色、赤、緑、それぞれのコントラスト、紅葉にこう囲まれながら進んでいくというのもいいですね。札幌国際スキー場山頂に着きました。ご覧ください。いやー、美しい紅葉広がってますよ。見ごろ迎えてますね。赤、黄色、緑とコントラストが美しいですね。今年の紅葉の進み具合どうですか。はい、暑さの影響もありまして思うように色づきが進まなかったんですけれども、このところかなり気温もぐっと下がってきて、日に日にかなり色づいてきておりまして、本日時点でもう山頂も山麓も見ごろを迎えております。一方、その頃堀内アナウンサーは、今日の本番アナは何時間もかけてやっと紅葉に楽しんでいたようですが、私はヘリコプターで一っ飛びです。上川の東側を大雪関係朝日岳にやってきました。日本で一番早く紅葉が見られるという大雪山系、道内で最も標高の高い朝日岳ではこの時期にしか見られない珍しい光景が目の前に広がっていました。麓は紅葉、そして山頂の方を見ると雪をかぶっていますね。この秋と冬のコントラストといいますか、2つの季節を同時に楽しめる、
こんな景色はそう味わうことはできません。紅葉前線は現在標高1000メートル前後の朝日岳ロープウェイの山麓駅周辺まで降りてきていました。麓のあたりはまだまだ紅葉を楽しめます。緑の木々の中にこう黄色の色づき点在していて、これがまた美しいですね。さて VTR で紹介した定山渓の紅葉は夜も楽しめます。本間さん。はい、定山渓二見公園で行われているネイチャールミナリエに来ています。木々が下からライトアップされ、そして岩もどん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 光が集まっていてキラキラと輝く岩となっていきます。こちらのイベント、本来であれば定山渓エリア宿泊者限定ということなんですけれども、今回特別にお邪魔させていただいています。日中はどなたでも入ることができまして、紅葉を楽しむことができるおよそ230メートルの遊歩道なんですけれども、また夜この光の演出によってお昼とは違った表情になっています。例年ですとこちらのイベントはおよそ5万人の方が来場されるということなんですが、今年はもうすでになんと倍10万人の方が来ているということで、海外の方もそして道外の方も取材していて多い印象ですね。で、一番の目玉がこの先にある二見吊り橋なんですけれども、圧巻なのでぜひ皆さんこちらご覧ください。吊り橋に水面、波紋が広がっていくのが分かりますか。そして辺りの木々もライトアップされています。これどん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 イルミネーションというか演出も変わっていきますので、ちょっと時間を忘れて皆さんね、写真思い思いに撮っている方多いですね。こちら豊平川に架かる橋なんですが、このね、上から見る豊平川、周りの木々というのもまた風情があっていいんですね。ちょっと暗くてなかなか、ちょっと今ちょうど暗くなった。皆さんちょっとタイミングが、あ、来ました。紫色、そしてオレンジ変わっていきますね。日中は黄色く紅葉しているんですけれども、光によって赤、緑、オレンジとね、さまざまな色づきに変わっていくんですね。もっともっとお見せしたいんですけれども、お時間ということで10月末までこちらのイベント行われていますので、ぜひ定山渓に泊まってこの光の紅葉というのも楽しんでみてはいかがでしょうか。田村さん、宿泊者限定、いやこれいいですね。だからあの紅葉はね、昼間見たら綺麗だなっていう風に思いますし、ライトアップっていうとそのね、昼間見るものがそのまま夜も見れるっていうものだと思ってたんですけど、ここだけでしか見れないこの幻想的な世界っていうのはもう本当宿泊してみたいなっていうふうに思いました。そうね、ちょっとじーっとゆっくり見ていたいんですが、ただこれはね、宿泊者限定ですの で、ね、全部お見せするわけにいかないということですのでね、はい、で紅葉、まあ、綺麗になる条件というものがありますので、ここでちょっとまとめてお伝えしたいんですが、はい、条件、これ HBC ウェザーセンターが3つ挙げています、はい、まず1番、昼と夜の気温差が大きいこと、これは、はい、今週特に大きくなりました、20丸、はい、で2番目、適度な雨と十分な日照時間、これも OK。 そして台風などで葉が落ちていないこと、はい、これも今年は OK。 条件が揃ってきたので、まあ、例年より 1,2 週間遅れたものの、まあ、綺麗な紅葉が楽しめるタイミングに今なってきました。はい、水島さんどうでしょうか、紅葉。いや、そうですね、あの紅葉あの見に行きたいなっていうふうにも思いますし、私自身はあの街中にはなっちゃうんですけど、はい、こっち来てからの北大母校のイチョウ並木にすごい感動した思い出があって、やっぱり、あ、そう、今出てると思うんですけど、このレベルの大きい木がこんなにたくさん並んでイチョウでこんなに綺麗になるっていうのなかなか本州だとないので、ベンチに座って本とか読みながらその花びら
ラならぬそのイチョウビラというかなんというか楽しんでました。そうなんです、そうなんです。でアクセスもすごいいいと思いますし、うん、あと、まあ、散った後も美しい黄色い絨毯を楽しんでいただけるので、そうそう、長く楽しめるっていうのも一つのポイントかなと思っております。もちろん上写真撮りたくなんですけど、その、ね、落ち葉のイチョウが敷き詰められたのも撮ると、うん、素敵な写真になるんですよね。そうそうそう、すごい綺麗な写真になると思います。このイチョウ並木のライトアップも行います。北大紅葉祭は今月28日29日土日、うん、はい、タイミング合えばぜひ行ってくださいね、うん。でこの土日なんですが、うん、全道的に天気に恵まれそうですので、ぜひぜひ皆さん行きたいスポットあれば計画立てて出かけてみてはいかがでしょうか。